はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は、OB 第6弾バッティングトラベラーランキング振り返りやっていきます。はい、というわけでね、3月7日に開催されていた OB 第6弾のイベントバッティングトラベラーが終了しました。というわけでね、1週間ランキング走られた皆さんお疲れ様でした。で、今回は、なんかね、ランキング上位者の成績確認に対してね、まあ通常より時間を要してたっていうところがあったんで、まあ、ランキング報酬はね、18時頃までずれ込んだんですが、もうすでにね、ランキング報酬の配布自体は終了しています。で、現在ね、OB 第6弾終了して再臨が来てるんですが、再臨関してはね、OB 第6弾の選手の排出はないんで、そこはご注意いただければなと思います。で、1から5弾の阪神 OB 獲得おすすめ選手に関してはこちらのサムネの動画で話してるんで、もしよければこの動画見ていただければなと思います。まあ、ただね、再臨の方に関してはガチャがね、セレクション仕様だった OB 第3弾がね、再臨で登場してくるかわからんって言ってたんですが、無事ね、登場してきてくれたっていうところはね、3弾に狙いの選手がいた方に関しては結構嬉しい更新だったかなと思います。というわけで今回の動画ではまずはバッティングトラベラーの最終順位とそれぞれのボーダー紹介をやって、その後に消費エナジーやバックのエナジーを紹介して、最後にランキングでもらえた契約書の方を開封して終わろうと思います。というわけでまずは自分のランキングの結果発表していこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずは自分の最終結果紹介していきま、それではまずは自分の最終結果発表していきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは自分の最終結果発表していきましょう。というわけでまず累計移動距離が2281513m でした。で、ランキングの方が922でフィニッシュしました。というわけで今回は S ランク OB 選択契約書のある5000ではなく、 S ランク選択契約書と A ランク選択契約書と S ランク限界突破コーチのある1000に入ることができました。ありがとうございます。で、今回のね、ランキング先に言っとくと、結構ね、この時期にしては伸びた方だったんで、ちょっとね、5000に変えようかなと思ったんですが、前日の夜にね、やっぱ1000行こうってね、まあ、配信で決めて、結局ね、最終的に1000に入ることができました。ありがとうございます。で、一応報酬が切り替わるボーダーを見ておくと、まず1位が880万322m でした。続いて20位デセゲイ、20位が599万2462m でした。続いて100位デセゲイ、100位が298万9537m でした。続いて500位デセゲイ、500位が241万4376m でした。続いて1000位デセゲイ、1000位が227万6540m でした。で、ここが限界突破コーチのボーダーラインとなります。続いて5000位ですけど、5000位が156万7222m でした。で、ここが S ランク OB 選択契約書のボーダーラインとなります。続いて1万位ですけど、1万位が889171m でした。で、ここが S ランク確定の OB 契約書のボーダーラインとなります。続いて2万位ですけど、2万位が532011m でした。で、3万位が425851m でした。で、4万位が359171m でした。というわけで4万位までが A ランク OB 選択契約書のボーダーとなってます。で、ここに表示される一番下の5万円に関しては309674m でした。で、結構ね、皆さんが狙われたであろう500位、1000位、5000位っていうところに関しては、実はね、前回開催の TS 第4弾のランキングより伸びております。というわけで前回の TS 4弾の時の500位が221万1503m で、1000位に関しては210万2188m で、5000に関しては145万6610m でした。というわけで今回の OB 第6弾に関してはこのグランドオープン直前の3月の時期ではあるんですが、結構ね、狙う方が多いだろう500位、1000位、5000位のとこに関しては前回の TS 第4弾より高いボーダーとなりました。というわけでここからはエナジーの方をね、受け取っていきたいなと思います。で、今回もね、いつも通りエナジーの方は2週間受け取らずに来ております。で、今回のね、OB 第6弾スタート時点が1686エナジー所持でした。で、現在がね、516エナジーというところで、今回のね、922に入るのに1170エナジー消費しました。というわけでね、多分これは結構ね、効率の悪いエナジーの消費の仕方をね、しちゃったんじゃないかなと思います。で、自分に関してはね、もうずっと育成オーダー B ランクとかをね、オーダーに入れたままやってたっていうところがあったんで、おそらくね、自動の分の試合のところがね、あんまり距離稼げなかったのかなっていう印象はあります。で、最終日のね、夜の生放送でオーダーをね、ほとんどアーティストとか、まあたまに高弾ドライドラっていう感じのね、オーダーに変更してやったところ、10万稼ぐのとかもね、結構簡単にいけたんで、おそらくね、最初からオールアーティストとか結構弾道高い選手をたくさん使っていれば、この消費エナジーっていうのはね、もっと少なくできたのかなと思います。まあ、ただね、掛布さんや金本さんのスピ解放後の育成や阪神のね、ファイナルミキサー用の S ランクの育成が終わってなかったりとかしてたんで、まあ、そこの育成がね、進んだっていう面があるんで、まあ、ポジティブにね、捉えていけたらなと思います。というわけでここからね、ナイナジー帰ってくるのか受け取っていけたらなと思います。というわけでナイナジー帰ってくるでしょう。さあ、カステラが走って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 回線悪いぞ、走って
エラー。ちょっと待って、これエラーになるってことはエナジー受け取れちゃうんよな。マジか、だる。はい、715というところで、エラーになるとね、これエナジー受け取れちゃうんでね、ちょっとね、がっつりとね、表示させたかったんですが、映りませんでしたというところで、バックのエナジーとしては199エナジー返ってきております。というわけで、バックも込みの消費エナジーとしては971エナジー消費となりました。というわけでね、もしよければ、皆さんでね、エナジー消費とかメモってる方いましたら、順位と消費エナジー、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。はい、というわけで最後にランキングで獲得した S ランク OB 選択契約書と A ランク OB 選択契約書開封して終わろうと思います。というわけでまずは A ランクの方で小林さんを選択していきましょう。というわけでスキップします。はい、小林さん、ありがとうございます。というわけで最後 S ランク OB 選択契約書開封していきましょう。というわけで累計に感謝でノイジーが当たったというところで誰一人光っておりません。というわけで小林さんを選択していきましょう。というわけで S ランク OB 選択契約書第6弾シリーズ 2023OB ポジション先発、上記の選手で間違いありませんか？ありません。上記の選手を獲得します。よろしいですか？よろしいです。はい、というわけで、いや、パチンコ演出来いよと。まあまあまあ、いやー、これでね、2018年の OB 第3弾を累計回収すらね、終わらせずに取り逃した小林さんをね、5年越しにようやく獲得することができますよというところで、自チーム演出は来ないわ打たないわというところでカステラ打ち上がって通常にニッコリが来て、小林さんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、というわけで今回は OB 第6弾で登場した小林さんを求めて走ったトラベラーのランキング振り返りの動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まぁ、今回のランキングでエナジーがね、結構減っちゃいはしたんですが、そもそもね、去年のこの時期に関しては2009岩田さんをガチャで追っかけ、OB 第6弾平野さんをランキングで追っかけてね、確か去年のグランドオープンに関しては今の所持エナジーよりね、少ない状況でグランドオープン迎えた気がするんですが、まぁ、約ね、1ヶ月半後にある TS 第1弾でね、今岡さん普通にランキング走って獲得できるぐらいのね、エナジー溜まったんで、またここからね、1ヶ月半後にある TS 第1弾に向けてね、エナジー溜めていけたらなと思います。いや、というわけでね、今年も OB が6弾まで終わりね、今侍登場してますが、もう3月26日はね、グランドオープンを迎えるというところで、またね、シリーズ1の季節がやってきます。というわけでね、2024シリーズ1ではどんな TS 選手が登場してくるかっていうところもね、また楽しみにこの1ヶ月半ね、過ごしていけたらなと思います。というわけでね、今回のトラベラー走った方いましたら、ぜひとも最終順位と消費エナジーの方をコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやってますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。